はい、皆さんお久しぶりです。すごい久しぶりですね。なんというか秋になりました。冬か。あ、交尾してた。そんなね、動物たちにとってはなんだっけ、愛の季節ですよ。この季節はヤギがね、ヤギがこう求婚を迫るじゃないけど、求婚、こう発情期。鹿とかもね、みんなこの季節にこう種付けをして、で春に帰るという、もうちょい先かの始まりの季節ですね。まあ春にね、なる前に、草が出てくる前におっぱいチュポチュポ飲んで、ほんでまあおっぱい離れたら草を食べ出すと、子供と一緒に。そんなね、循環でこの世界は回ってますじゃなくて、自然界は回ってます。キリン、まあ、そんなんでさっき次の妊娠してんのかなと思ったんだけど、そうでもないのか、よくわからん。あ、カラス、なんであっちに来てるんだろう。あ、カラスじゃないのかな。なんかね、鳥がいる。あ、カケスだ。これ見えないね。今ね、カケスがいたんだよ。カラスかなーと思ったらカケスがいる。映ってる？映ってない？ここ頭ぴょこぴょこ動いてる。カケスがいますね。カケス。ちっちゃい頃、一番早く覚えたのカケスかもしれない。カケスの名前を知ってるかーいって、一番最初に覚えさせてもらったよ、カケス。あ、追いかけてる。あ、カケスだ、やっぱりカケスだ。あ、そして昨日ね、寒くなって雨降り出したんで、出てますよー、キノコ。にょにょいーん、ほら、落葉キノコの季節です。あ、ちょっとやめてよ、シェルキー。これ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 、わーい、美味しそう。入れ物がない。後で取ろうかなと思ったらもうないんじゃない、これ。シェルキーとか私にさえ踏まれなかったらうまいこと残ってるよ。あ、そっちにも、か、ちょっと待って、かわいいキノコ生えてるよ。よいしょよいしょ。あ、やばい、ここにもいっぱい。ほら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 、キノコの季節だよ。キノコの季節到来だよ、これ。恋の季節とか言ったけど、キノコの季節だよ。よし、ほら、なにこれ、ジョリジョリー。これ毒キノコだよね。だよね。食べ、ちょっとグルタミン酸がめっちゃ含まれてて、美味しいけど毒のやつでしょ。うんうん。あ、そんなんでね、今日ね、私考えてたことがあって、あ、大根やられてる？鹿かな？ヤギかな？何かな？前この植えたイチゴが抜かれてたんだよね。大根食われてるよね、これね。どう考えても大根食われてるよね。そんなんでイチゴの葉っぱも食われてるんだけどさ。あんたたちですか、入ってきたの。え、違うって。いや、自分は入ろうと思ってるんだけど入れなかったと。あ、そう。そんなんで大根大きくなってるし、そう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 、怒りっていうか、女性ならではの生理前の怒りというか、イライラっていうのは
何なのかっていうもうね、ちょっとなニンニク出てきた、何なのかなと考えて、でまあ怒りとかイライラとか何でしょうね、なんか実はそれってこう自分だけがそうなってるんじゃなくて、実はね喋らなくてもねその空気に伝染していくんじゃないのかなと思って、だからねイライラしてるとその波動がその空気に伝染する、だからまあ顔色とかからも出てるのかもかもしれないけど、まあ声色とかも出てるかもしれないけど、まあだからその空気自体がね、空気自体がその怒りとかの波動で染め上げられる、まあそんなね経験はね皆さん終わりだと思うんですけど、だったらどうするかですよね、まあ、そんなんで生理前になるとなんだかイライラしてってなるんですけど、今生理後なんでいい気分なんですけど、だから YouTube 撮ったんですけど、そのね生理前のイライラがねどうすればいいんだろうって、男性の方ならねあの多分ね奥さんが彼女がってめっちゃイライラしてるって、何言ってもダメじゃんみたいなね、まあなると思うんですけど、いやなってると思うんですけど、それって一体その正体って一体何者？なんでそこまでまあホルモンが作用してるんですけど、ホルモンに作用されるの？まあ科学的にはホルモンって言うんですけど、いったーグリースリッパだからさ、スリッパだパジャマでジャンパー着てるんだけど、だからなんでそこまでホルモンに作用されなきゃいけないのっていう話ですよね。まあなんかこうイライラしてる人には近づかないように、このそれが去るまで待つみたいなのがあるんですけど、まあイライラしてる方の身にとっちゃそんなもう意味が分かんないっていうか、あと考えると、よくよく考えると意味分かんないことでイライラしてたという。そんな現象がね、いい草生えてるな、起こるんです。それが一体何なのか、そのイライラどうすればいいのか、あぐちゃぐちゃだ。でそのイライラを、まあ今回そのイライラを相手にぶつけなかったらどうなるのか、そしたらなんかね、なんか無気力になるんだよね。無気力になってたんだよね。無気力になる。だからそのイライラって、ある意味やる気なのか。ちょっとまだハウスの中物になってますね。無気力になるそのイライラって、イライラって何？イライラって。まだトマトになってる。金曜日に一度になるんだけど。そのイライラどうすれば、どう処理すればいいの？という話。ちょっと考えていこうかなと。皆さんどうしてますか？イライラ。だから自分は今回の生理前は、こう、イライラを我慢しようと思ったら、なんか無気力になるみたいな。あと食べ物が悪いのかなと思っていろいろ変えてみたり、あ、滑る。したけど、まあまあちょっとは良くなるよね。あ、キュウリ鳴ってた。やったー。やったー、キュウリだ。けどやっぱり生理終わった後のこのイライラ感じゃない状態とは全く違う。この勝手に出てくる幸せホルモンの塊みたいなやつって
何なんだろうって。どうすればいいんだろうって。これをうまくコントロールしてやれば、なんかこれもまたクリアーみたいな感じに思えると思って。またこれもね、多分ね、自分のね、クリアしたいものの一つなんだなと思って。挑む、挑戦。喧嘩売られたら買うみたいな、喧嘩じゃねえか、問題をね、目の前に出されたらそれをね、解くという。まあその一つにね、ハウスで野菜作ってね、野菜とまあ地面グラウディングすればいいのかなと思ってね、それもやってるけど、まあけどそれもまあ効果ありだよね。ほおずき、ほおずき。けどそれ以上になんかないかなって感じもする。ほおずき、よいん。うん。うまっ。酸っぱっ。あ、やばい、ヤギ来た。なんかどうすればね、イライラがさ、まあイライラじゃないよね、イライラはね、うん、収まるんだけど、うん、なんかすごいな。持ってくよっか、いいのかな。いろいろストレス解消するためにはとかさ、お風呂入るとか体温めるとかさ、体温めたってよ、な、心に余裕を持たせるっていうのがさ、解決策みたいなんだけどさ、その忙しい日常の中、心に余裕を持たせるのってね、難しいんだけど、だからその忙しくなる状況を作らなければいいんだよね。そうだそうだ。だから一人一人が、周りの一人一人が自立すればいい話よな。靴下ないとかパンツないとか言われたらキーってなってなるから、だけど普通に生理後だったら全然そんなこと思わないんだけど、うん、不思議だ。まあけど、なんだろう、ちょっとやっぱり母親なんで、子供たちが自立してほしいっていうのは一番あるかもしれないよね。これ綺麗でしょ、シソの花。それがちょっと水に濡れてこんなんなってね、綺麗だな。おぉ、めっちゃ綺麗っすよ、これ。ちっちゃい水たまりがついててさ。こんなに綺麗なんだね、その花って。まあ。こんなんで。どうすればいいか、ちょっと、調べていきたい。生きていきたいと思います。挑戦ね、挑戦ね。これも生理前にイライラじゃなくて幸せになれる方法を探ろう。なんだっけな。まあこれからね、40過ぎてるから更年期もなるだろうし、なんとかしたいよね、この状況。みんなここを見て、あの、結構みんなユートピアだって言ってくれる人がいるで、嬉しい限りです。うん、自分にとってのユートピアが人にとってもユートピアになる場所が作れたってことがね、嬉しいなって思います。まあけど嫌いな人は嫌いなんで、
トロックの人とか入ってきたくない人めっちゃいたみたい。そんなこんなで今日はこんな感じで終わりたいと思います。それじゃまたね、会う日まで。次いつ投稿かわかんないですけど、じゃあバイバーイ。あ、映ってるかな。バイバーイ。